3月20日シュナイダーカップ男子スラローム。スタート地点の標高944メートル、ゴールとの標高差180メートル。スタート地点のレーシングサービスもせわしくなる。レディー。ゼッケン9番森信之。青森県の中学時代、全中大会の2冠王。今アメリカのストラットンマウンテンハイスクールにスキー留学中。今シーズン久々の国内大会参加である。3位に入る。ゼッケン8番会話。勝ち続けている大回転よりもむしろ回転のスペシャリストである。ゼッケン1番石岡千秋。森信之と同じアメリカへの4年間の留学を終えた急成長の石岡は100分の44というわずかの差で先輩会話を退け、見事に優勝した。ゼッケン1番石岡千秋。